お金の正体は愛なんです。なぜ私たちはお金を欲しがるのでしょう。お金を持っていたらもっと幸せになる、もっといろいろな自分の欲しいものが手に入る、みんなに認められる、そしてお金がたくさん自分の中にあって、自分の近くにあって、そしてそのお金をどう使うか、最も自分にとって価値あるものにお金を使おうと思います。価値ある働き方をして、価値ある使い方をする。ですからお金が欲しいというよりも、あなたは幸せが欲しいのです。もっと喜びが欲しいのです。もっと愛が欲しいのです。でも愛も喜びも幸せもお金が手に入らなくても全部もう手に入ることができるんです。あなたが先に愛を手に入れて、先に幸せを手に入れて、先に喜びを手に入れてから、そしてお金を求めていけば、最もいいお金の稼ぎ方、最もいいお金の使い方にできることができるんです。